はい、こんにちは、リジェクター DQ10 です。前回ですね、何でしたっけ、ジャミラスを倒して、で今日ですけど、1日経ってまたあの続きをですね、バージョン 4.1 の続きをやってたんですけども、その後あの蛇将トロルバッコス、それから魔軍12将、あれをまあ順調に倒しましてですね、で最後、その前にあの富士の魔王ネロトスですかね、ラオウみたいな、あれも倒しまして、で現代に戻ってきまして、この最後のあの最初のね、最初に倒したこれの型をつけなくちゃいけないっていうことで、現代、グランゼドーラ王国の、勇者の橋でしたかね、あそこに戻ってきたというところで、無限獣ネロスゴーグ、これを倒して、バージョン 4.1 も終わるということなんですけれども、アンルシアちゃんもね来まして、このバージョン 4.1 の最終決戦という感じで来ております。結構その前もね結構苦戦したんですけども、また後でね、この動画のをとりあえずアップして、その後にまたネロドスとかねアフレコしたんで、それも音声加工して、番外編みたいな感じで、出したいなと思ってますけども、とりあえずこの、バージョン 4.1 を、終わるということで、この戦いを先にアップしようと思って、やっております。この戦いはですね、アンルシアレベル60ですけども、戦いに参加してくれたということで、ちょっといろいろ調べましたら、やはり一番最初のファーストラウンドでもそうだったんですけど、やはりこのネロスゴーグっていうのはテンションアップっていうかね、そういうのが、やってきますんで、賢者のね、例の洗礼とかで、あとは武道家っていうか、爪職の、ゴールドフィンガーとかで、そういうのを沈めるというのがいいということを聞きましたんで、急遽ですね、スティック僧侶とヨーコさんを下げまして、賢者のマキちゃんを、連れてきております。前々回の動画だったんですかね、ちょっとほのぼの、プリズニャンと住宅村を散歩してる動画がありましたけど、あのコスチュームのままチームリーダーというか、メインキャラクターハルベリさんに呼ばれて、急遽マキちゃんも賢者のままここに馳せ参じたということでございまして、構成は両手剣のハルベリー戦士、それから両手剣の男好き、戦士タニア、それからコンを持った旅芸人ヤームですね、それと賢者マキちゃんという夫人、それプラス、アンルシア、アンちゃんですね、アンルシアが戦いに参加してくれまして、5人で、パーティーを組んで、戦っております。この不死なる聖魂ですかね、これをまず倒さないといろいろ面倒くさい感じなので、まずこの尻尾のですね、尻尾なんですかね、この斧みたいなね、これをまず倒してという感じなんですけどもね、斧でもないんですかね、なんか見えないんですけどね、アンちゃんが死んでおります。他もちょっと苦戦しております。時間、討伐タイムはさて大きいですね、終わらせてしまいたいと、とりあえずメインキャラクターハルベリさんは、終わらせてしまいたいというところで、やっております。
まあ、一番最初に戦った時よりも強いんでしょうからね、当然ね、まずこのオレンジ色のこれを倒しまして、今タニアさんが倒してくれて、あとは本題という感じなんですけど、まあ、あのこの無限銃ネロスゴーグですかね、これがどういう動きをしてくるかもあんまり調べてないんですけども、うん、とりあえず、体勢といいますか、あれですね、パーティー構成この辺だけはちょっと見て、来ております。まあ、回復蘇生がアンルシア入れると5人中3人いますんで、なんとか、うん、あとは状態回復とか、うん、そういうので、まあ、ちょっと陽子さんもいいんですけども、枠的にねタニアを下げて、戦士上から2番目の戦士タニアを下げてスティック僧侶の陽子さんを入れるっていう方法もあったんですけど、やはりそうすると、前回もどっかで言いましたけど、火力がね下がっちゃいますんで、そうすると戦闘時間も長くなるということで、まあ、どちらを取るかということで、とりあえずはまあバランスを考えて、賢者のマキちゃんを連れてきております。はい、物理アタッカーが2枚、回復蘇生3枚、中衛色も3枚という感じですかね。ここで、幻影銃、これがまたエイリアンみたいな、うん、前は無限銃だったと思うんですけどね、あ、現代だから幻影銃なんですかね、これが出てきまして、また邪魔をしてくるということで、やっぱり取り巻きから倒していかなくちゃいけないのかなって感じがしますけどね、うん、まあ、10分ぐらいで倒せればよしとしないとダメですね。ボス、うん、バージョン 4.1 ラスボスですからね、結構その前のトロルバッコス12章ネロドス、まあ、構成を変えてですね、バキちゃんの代わりに、まあ、ヨーコさんがいたりしたんですけども、うん、まあ、アルバンがパーティーに入ったりいう感じで、まあ、基本的には3人、うん、戦士2人とタニア、ヤーム、ハルベルっていうのは変わらないんですけどね、今回は屋台骨の、まあ、いわゆる影のリーダーといいますかね、といった陽子さんをちょっと下げてマキちゃんをあえて使っております。はい、いう感じで、なかなかこのネロスゴーグですかね、あ、今黄色になりましたね、はい、名前の色がなかなか変わらないなっていう話をしようと思ったら、黄色になりました。はい、この奇跡の雨ですとかマキちゃんのですね、例の洗礼、この辺が、うん、ポイントかなっていう感じがしますね。今度は3体出てきました、エイリアンがね、幻影獣 D、E、C ということで、まあ、うざいんですけれども、まあ、分回しをしてもあんまりダメージは入らないんで、一個一個個体をですね潰していくしかないのかなっていう感じはするんですけれども、うん、ネロスゴーグ自体は、まあ、黄色ということで、マキちゃんがちょっと死んでたんですが、今復活しまして、まあ、なるべくですねアンルシアに回復蘇生をさせないようになんとか攻めていくという戦法が一番理想だそうですけどもね、はい、アンルシア姫もですね、ブレイブなんとかっていう鎧を着ております。この頃は結構、それなりに、まあ、若干、課金もしてましたんで、そういうおしゃれ装備もですねしてるんですけど、最近はもう全く課金もせずにですね、あ、グランドインパクト、あ、全員黄色になりまして、会心必中が来ると、まあ、なんとなくやってしまうという感じでございます。はい、いう感じで、ネロスゴーグ、大戦記の鎧でも倒せるのかなって感じがしますよね。赤くなりましてネロスオーラ、まあ、この間も言いましたけど、新防具全然買いもしてないですし、拾っても、まあ、耐性が、欲しいものがなかなか手に入れなかったりするんで、
イニシエのゼルメアとかもですねやってないんですけども、あの前の白箱もねやっぱりあの装備枠がどんどん増えていくばっかりで、やはりピンポイントでですね欲しいものを買った方がいいのかなっていう感じもするんですけども、ただまああまり必要性を感じないので買ってないんですけれども、ちょっとピンチ、うん、プチピンチって感じですけどもね、まあ、ネロスゴーグも今赤くなっておりますんで、ここはあの世界中2枚ぐらい使いましたかね、まあでもまあいいでしょう、そのためのアイテムですからね、別に世界中を使うなとかそういうのはあれですからね、達人クエストとかそういう時でしょうから、別に そのためのアイテムですからまあいいんじゃないですかね。タニアさんが死んでおりましてもうちょっとだと思いますが、うん、ここで、あ倒しましたですね。ということでこの後はあのレターバレンでありますんで、まあネロスゴーグを倒してバージョン 4.1 が終わったということでございます。またお会いしましょう。はい、さよなら、どうも。はい、失礼します。